お買い上げありがとうございます。募金です。はい。またやっちゃいました。朝まで。なんと今回は、DVD ということで、旗ゲーム。旗ゲームでございます。赤いの、黄色いの、青いの、信号みたいですね。そういう旗をダカーンと釣りたいなというブラウン管、いや違う、 TFT の前の皆さん、はい、とにかく、これをご覧いただいて、きっと旗ゲームのヒントたくさん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 つまんでくださいね。はい、ではとくとご覧あれ。来ました。おーらよっしゃ、来た、やりやしゃ。どうこれ、来ましたね。見逃した。はい、いよいよ夕間詰めをこの島は迎えようとしています。でちょうどね、夕間詰めと干潮の潮止まりが訪れつつある、この渚でございますか渚っつうのかな海でございますが、とりあえずね、ファーストムービングは、こういうイカのね形をしたワームのテキサスで狙っていこうかなと思いますね。でまあちょっとね、いろいろさっき見たんですけど、ベイトがいない状況なんで、まあちょっとこれで進化はね軽めにして、ここが、今だいたいこの土管町の、水位で多分4メーターから5メーターないしは7メーターぐらいじゃないかなと思うんです、足元が、で7グラムを今つけてますけどね、ちょっとそれでやってみたいと思います。はい、じゃあ頑張ります。はい、あ、ちゃんと赤もが当たりましたね。いるかもしれませんね。ちょっとやってみよう。ここは天草が今ありましたんで、天草があるところっていうのはスポーニングのエリアになる可能性が高いです。もしオスのキジハタが入ってきて産卵床を作るのであれば、こういう場所ですね、谷の谷があって、その岩肌の谷側にそういう天草があれば、水温が上がれば必然的にその天草はヌルヌルした溶液を出しますんでね、そういうのが好きなんですよ、アコね。皆さんアコを触ったことありますか？ありますよね。この V 見ていらっしゃる方は多分アコを釣ったことあるんだよっていう方はいらっしゃると思うんですけど、ね、ヌルヌルしてるじゃないですか、依存してますよね。ね、知ってます、あのヌルヌルがなくなっちゃうとどうなるか、アコウの死亡率が上がります。だからアコウと、まあ、キジハタとね、その天草の因果関係が何かあるんじゃないのかなって僕は思ってますね。来ました。これは紛れもなくアコウですよ。よっしゃ、よーらー
釣りました。よいしょ、おりましたね。やっぱいたいた、やった。ちょっとかわいいね。でもメスだねこれね。ちょっとカメラさん見える、これ、おし、このね、お尻ちょっとねポチッと出てるでしょ。これね、もう制御の印で意識してるんですね、産卵をね。これはメスですね。アコウはメスで生まれまして大きくなるとオスになりますちょっとちっちゃいけどね。これね、もう一頭すると、もう一匹出ればでかいかもしれませんね。ちょっと頑張っています。今はね、スクイーというね、ワームで取りましたけど、ここからスーパーベビークローバグに変えていきたいなと、そういうふうに思っています。よいしょ、ほんといいパチンっていう、パチンというあたりでしたね。大正解の、えい、待ち伏せ作戦大成功でもまあメスなんでね、まあネストがね、多分今の天草があったのでネストと感じて、まあスクイーでは取ったんですけど、まあとりあえずオスがいるかもしれません。だからちょっとね、このベビークローバグでそのオスを取りに行きます。オスはでかいですからね。さてどうなるか、ちょっと大きめを流します。スリットがここにもあるので、溶岩じゃないけど岩と岩のね、間のスリットみたいなところ、そこに構えてて、こっち側のメスが、メスをオスが狙ってたのかもしれないし、わかんない、いろいろ考えてやるわけですよ今藻に触ってる状態なんで、どうなる。藻ですよね、ほらスーッと上がってきますよね。またどこかでポンと取れますよ、これ。ラインダルである場合もあるんだけど、ほら取れた。でクラッチを切って所定の位置に戻してやると。でコツンとか当たりがあったら嬉しいんだけどな。どのオスが今のメスを、よっしゃよっしゃ、来た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 、ほらね、どのオスがそのメスをって言ってたでしょ。お、ぼちぼちじゃないかこれ。よし、抜いちゃおうかな。よっしゃ、よし、すげえぞこれね。いやー、やりました40近いんじゃないのこれびっくりした今ねえ、オスかメスかちょっと分かんない。あ、でもメスかな、まだ。あ、メスだね。やりました。でもベビークローバーグですね。こういうローテーションでまあ取っていくっていうような形でね、僕はやってます。で、ネストと思われる、いわゆる産卵床と思われる場所っていうのは、こういう形でメスないしはオスが固まりやすいって場所なんですね。もちろんその普段でもガチャガチャしてるところはね、よく取れるんですけど、まあこういう魚が、こういうローテーションしながら、今回ベビークローバグの赤爪でしたけど、こんな殻はないんですが、細工をした殻でなんと釣れてくれました。37、8ぐらいかな。はい。でかいねこれね。やりやした。以上、ポッキンでした。高浮力のワーム、トーナメントグラブに買います、ルアーを。でまあシステム的にはもうずっと一緒のままにして、でちょっと狙ってみたいと思います。まあ同じポイントなんですけどね、高浮力でゆっくりゆっくり、ちょっと下流側にも流しながらっていうものも意識しながら、
でクロスから下流側もちゃんと釣りたいなと、まあテクトロもするんですけど、ちょっとそれをね意識しながら釣っていくと違うんじゃないかなと。自然なあのフォールを、まあ、流れがあるのでもっともっと自然にジュワッと押してくれるというふうに思っているので、今日のこの流れにぴったりじゃないかなと思います。本当はここでもうちょっとね違う手を出したいんだけど、来た、ワンクションだったけどさ、いいよ、よいしゃ、来た、ワンアクションのキルだね。でもいいね、落としてどう言ったらいいんだろう、これからスイムキルのキル始めますよ、バツンって入れた時にバツンと来たね今やったね。え、落とす時に来るキルと、要はキルの時に来るやつとスイムで来るやつとっていう形の、今回は軍配が上がったのはスイムでした。スイムからのっていう感じでしたね。はい。で、今日の、今回のヒットルアーはこれトーナメントグラブですね。はい。ちょうどね山がこう壁があってね。で向こう側からって、こっちが僕の方から見るとこう壁があってスーッと落ちてるわけ。こう壁があってスーッとなんかこう敷石がこう当て字をなってなんか崩れてて、こういう風に斜めにこう落ちてるね。こういう防波堤があってこう斜めに落ちてる。でこのエンドにつけておいて落としたと。でちょっとずつこうコリコリを探してあったっていうところで、でそれで一回パツンと上げて、そこからコンと上に上げようとするとゴーンと来た。多分穴にいたのかもしれませんね。もしかすると、どっかから浮いてたやつが、下に興味があるやつがスパーンと持ってったかもしれませんね。いい感じのフッキングで、これいい感じのフッキングですよ。見えるかな、見える、いい感じのフッキング、まあ、まずまずの方かな、うん、まあでもね、まあ、満足してます。はい、これでね、もう一つのねルアーで、でかいのを取りたいなと。もう一つのルアーというのはロッキンホークですね。一番僕の信頼するルアーなんですけど、はい、とりあえず一本出ましたね。はい、ありがとうございます。ね、スイムキルのスイムの方で軍配が上がりましたね。本当はねキルで釣りたかったんですけど、まあとりあえずはね、バイトがあって、まあ、乗れなかったやつちょっとね夕方に、そういう兆しがあった場所を狙ってみたところ釣れたということでしたね。でカラーがちょっとネオンっぽいカラーだったんで、今度ルアーをねロッキンフックに変えて頑張ってみたいと思います。はい、狙う場所は一緒ですよ。ちょっと大きめを、大きめというか流れがあるところからないところに巻いてくるということでやってみよう。少しずつ足を長くしてこうキャストの、どっちに流してんだ外。流れ変わった？まだこっちからこっちかな。ついとこあるから切れ目のところ、
そこをうまいことできれば出る。ちょっと高い締まりだったな。そうもないか。よっしゃ来た。よっしゃ。うん、スイムだったね。なんだこれ。よいしょ。おー、出た。やりました。よし。ちょっと小さい小ぶりだけどね。今度はキルで。まだ泳いでるねこれ。やりましたー。スイムキルってやっぱ面白いな。ね、フォール中だからね、ちょっとずつっていく感じはもうたまんないっすね。ね、もうちょっとね、水温が上がるともっともっとカーンとかいうね当たりも出るから楽しみなんですよね、このスイムキル。ね、まあね、あんまりこう今日はね、しゃくりをあんまり大きくしてないんですけど、まあとにかくこのちょっとずつのしゃくりで、そしてちっちゃなフォールで、そしてナチュラルなこのその後に起こるねワームのナチュラルなフォールで釣っていくっていうね、それがいいですね。今ちょっと越えなきゃいけないところがあって、ねこうね、防波堤がこうあってこうなってるんだけど、その向こうも沖があって、で沖側のその敷石とで、このこっち側の面の敷石があって、でそれはね、実はちょっと崩れてずっと下流、こっちの下流の方にちょっとこうなってると。でそこが、少し高い、ちょっと大きめの方が高いっていう形のイメージなんで、それを越えたかったんですね。で越えて、でそこで落として、でさっき言ったようにシンカーとこの何、そのワーム、シンカーとワームがあって、それをこうスーッとこうリフトしてくっつける。でやってる時にスズズズズッと持っていったっていう感じですね、こいつ。はい、やりました。アングリングソルトをご覧の皆さん、ポキンでございます。見えるあれ、ほら桜島切っちゃった今日はというか今回の、アングリングソルトは桜島を舞台に、ちょっとグルーパーかな生地旗ではなくていろんな旗を、狙いたいなと思ってまして、ここは、鹿児島にやってまいりました。で初めての場所なんでね、どんな展開になるか、あと地元の方にガイドをしていただいて、いろいろとこう試してみたいと思います。まあ釣れるかどうかちょっと分かんないんですけどね、とりあえず頑張ってみたいと思います。以上ポッキンでした。とここはちょっととある一文字にやってまいりまして、また、グルーパーを狙ってやりたいと思います。メインはね、大門旗を狙っていきたいんですけども、今回は大門旗ということで、ちょっとねスイミングをどんどんやってやりたいと思います。以上ポッキンでした。キラーシャットスリムからやっていこう。スリムの方からやっていって、よいしょ。俺カットするんだけどね、ね、頭ちょっとカットして、これくらいかな、これぐらいカットして、でこれね、こういう風にする、うん、であとはこのキラヘッドなんだけど、これね、ジグヘッドがね、ちょっと逆さまになってるキラヘッドなんだけど、うん、でこれにセッティングする。これがね、僕流ですね。でね、綺麗にマッチングするんですよね、こうほら綺麗に見えるね。で、このこれが下になるようにしてくださいね。このあのちょっと見えるこのでっかいこのスクリューが、スクリューというかペラペラね、テールが、で上に舵があるからね、でこれでこう動くっていう、そういう仕組みです。
どこで釣れるか分かんない。でも投げる。ボトムの感じも分かんないからね。そこからこう締めるみたいなね。で使ってるね、あのジグリグは今 10g をつけてます。でどんどん軽くするか重たくするかちょっと考えようかなと思って、でルアーをその同じあの今ギブスにつけてる、こっちかな、よいしょ、ギブスの78につけてるやつはルアーを変えてるっていう形ですね。わかる、これほらね、ちょっとあのなんつうかフグに噛まれ気味だけどね。で同じ 10g の2本立てでルアーを変えるという、今回はこの内側作戦でいこうかなという形ですね。ただのリフト&フォールにしてるんですけどね、そっちのがね、あれが分かりやすい、ボトムがねの地形が分かりやすいっていうのが一番ですね。ただここ今流れ面白いのは、ゆっくり左から右に流してるけど1ノットじゃない、 0.5 ノットぐらい、あ、ごめんごめん、右から左だ。ガイドさんによると、なんかロングキャストして今日は浮き気味だという話なので、リフト&フォールの釣りを沖で展開してるんですけど、まあ、手前の敷石始まるのがさっき見たら、まあ、5メーターぐらいなん でそこの斜面をちょっとこう乗り面をやってる時に出るんじゃないかなと思うんだけど、よいしょ、根がかりですよ、藻があることを今確認しました。よし来た。それから取ったらこういう感じですね。よっしゃよっしゃよっしゃ来たぞ今度、よっしゃモンピー、今ね藻があってそれ外して、よいしょ、出たよ。よっしゃどうこれね、これいいね、で本当出会いたかったな俺、あぶねこれあぶねあぶね、あのしもりいいね今のね、キラーシャットスリム、泳げ泳げ泳げたい焼きくん。テンションもだだ上がりになってまいりました、この、鹿児島遠征。すごいね、面白いね、うん、今のは、どうやって釣ったかっつうと、その沖にキャストしてところどころ何かあるってガイドさんおっしゃってたんで、でちょうど藻があったんで藻をクリアするのにちょっとね思い切りジュジュジュっていう感じで藻を切りながらジグヘッドをブルブルブルって言わしたわけで、その分だけフォールさせてる時に何か起こるんじゃないかなと思ってたら起こりましたね。ね、ああ楽しいなやっぱりグルーパーフィッシング。アングリングソルトをご覧の皆さん、ポッキンでございます。今回はキジハタ、大きいサイズがこれぐらい、ちっちゃいサイズがこれぐらい、とにかくね数が釣れるかでかいのが釣れるかちょっとわかんないんですけど、今回はこのダートのジグヘッドで、イモッシュっていうね、そういうリグをちょっと考えました。はい、スパッシュに、の次にこう編み出したイモッシュ、さて、どんな具合になるかやってみたいと思います。以上ポッキンでした。はい、イモッシュの説明なんですが、イモッシュってねこんな形してるんですよ、見て。でジグヘッドは今ね HJ 工房さんのジグヘッド使ってるんですけど、でもう一つは、オフトから出てるキラーヘッドっていうね、こういう見えるかな、こういうねものを使うんですけど、まああのシャンクはだいたい一緒なので、PPO に合わせてとかね、
もしくはあのエチエ工房さんの場合は、グラムがね、このキラーシャット、あ、キラーヘッドか、間違えちゃった。キラーヘッドのね、持ってないグラムをこちら持ってることが多いので、例えば9グラムとか、こいつは10グラムだけどっていうね、そういう形でちょっと使い分けをしてますね。で、まあ、ジグヘッドはその辺にして、で、もともとじゃあ、この芋種とは何なのかっていう話なんですけど、カメラさん、これ。見える。これはね、ファッティーボクサーってワームを、これはあのテキサスではね、よく釣れるワームなんですが、キジハタが。で、もともとこのね、こういう爪がボクサータイプだから、なんたらボクサーって書いて、まあ、ついてあるんですけど、で、ここの、爪と、この辺ね、足をカットする。ね、どんなにカットするかっていうと、こういう形で、よいしょ、見えるかな。こういう風にカットしていく。本当はね、皆さんはカットしてきてくださいね。ゴミが散らばりますからね。よいしょ。よいしょ。で、こちらも同じようにカットしていくと。よいしょ。ね、ギリギリでこうカットする。あ、落ちちゃった。後で拾いましょうね。よいしょ。で、今カットしましたと。で、それをジグヘッドにつけるんですが、ここのね、ちょうど中心があると思うんですけど、ここにまず針先を埋め込んでぐるっと回します。で、いい頃で針先を出すんですが、ここにあのまっすぐ線がいってるので、これはファッティボクサーは、で、その線に応じて出してやれば針先をきれいに差し込むことができるという感じですね。これで芋種の完成ですまあ、もしよかったら試してみてください。ものすごいダートするんでね、普通ね、今までやってたスパッシュもそうなんですけど、こうダートしますよと、ジュンジュンね、すごく面白いダートが、いや、キレのいいダートですかね。で、あとはまあ、フォールもこういうスパイラルを起こしやすいっていうね、平たい面がたくさんついてるのでスパイラルホールしやすいっていう形でやってます。で、特にこういうね、縦のストラクチャー、縦ストをね、狙うときは非常に便利な道具ですよ。はい、以上、ボッキンでした。はい、じゃあちょっと釣りをね、開始していきたいと思います。で、その前に状況をね、ちょっとお話ししますと、ここは、防波堤の今先端に来てます。まあ、一文字の、まあ、先端、両端にありますけどね。で、ちょうど、沖から潮がドンと当たってます。で、ここの今こう下面のこのとこですね、こういうところは、穴ポコがこう開いてまして、向こうにはスリットでつながってないという状況、いわゆるその、まあ、魚礁、一つの魚礁ですね。そういったような形のものが形成されてます、外面は。で、その穴がだいたい縦が60センチ、横が1メーターぐらいなんですけども、その穴が奥行きが今度、1メーター20から1メーター50ぐらいあると聞いてます。その中に、こういうキジハタが隠れてると。で、当て潮になってくるとそこからこう出てくるわけですね。捕食しに。で、そういうものを、この芋種で取っていくという形ですね。もしかするともう本当1メーター落としたところで来る可能性もあります。だからとりあえずは、真下から足元から釣っていくっていうのをやってみましょう。ちょっとね、流れが右往左往してきたんで、場所また戻ってきて、このヘッジからそこの流れですね、ちょうどあれに這わせながら釣っていくっていうね、パターンで、これドリフトを混ぜた方がいいかもしれないですけど、まず足元でしょうね。ただここはね、あんまり荒くないんですよね。なんか変なちっちゃいやつかけたぞ今。見るのはいた。
横っ腹刺したって感じだね。いいヨレ出てんだけどな。よし来た。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。結構いい引きしてるねこれ。おし、来た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 。よっしゃーっしゃー、来たね。33ぐらいかな。よいしょ。ほらね、ドリフトだったね。いもっしゃ、やりました。今ねドリフトで流れがちょうどねそこの先端からね沖にずっと出てて、でブレークに藻があるんですね。でその藻のところをちょっとツンツンさせながら様子を見てたら、もう当たりなかったですね。最初一回ちょっとそこの藻のところでちょっと魚のなんかメバルみたいなやつをちょっとお腹で引っ掛けた感じが一回あったんですね。でそしたらそこちょっと荒れてるからちょっと左手の沖側に流してあげて、そういう、まあ、沖にこう斜めにこう出てるような潮だったんだけど、でその斜めに沿ってブレークが入ってて、そこのこうブレークのこうなってるショルダーのそれにこう順ずってうわーっと藻が入ってるわけ、うん、でそれでこの岸畑くんはアコくんは連れてくれました。よし、まあそういったことで逃がしやりましょうねこれね。はい、よいしょ。あ、取れなくなっちゃった。以上ポッキンでした。はい、夜もすっかり暮れまして、ナイトの、ね、釣りですねこれはね。でナイトになるとこのネット使いたい魚が釣りたいですけどね。釣ればいいんですけど、まあ、やってることは一緒なんで、真面目でやってたこのスパッシュ、あ、じゃなかった芋種だった。まあいいかね、芋種でねやろうと思いますから、はい、でやり方はまあちょっと離れてテクトロしたりとかっていう感じで、ちょっと夜が更けてきますとこの上に上がることが非常に困難になってくるので、ちょっとこの下側から釣っていこうかなと思います。はい、まあ安全第一でいきます。はい、頑張ります。さあ月がねちょっと出てるから、当たってる月の明かりが当たってる面じゃなくて、当たってないちょっとこうもうちょっとシェードっていうかね、そういうところ、まあ、ここがスリットになってるんで、そこを狙いながら釣りたいですね。まあ、意外とその月が当たっててさ、ね、そこで釣れたりなんかすることもあるんだけど、それは下りの高い山がないとそういうロケーションってないから、要はシェードになってるところを探すって感じなんで、まあ、テキサスでも一緒ですねこれは。意外にここ流さないね。思ったより。よし来た。よし、潜られちゃうからさ。よしよしよし、大丈夫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 。よっしゃー来たよ。おー、ちょっとちっちゃいけど、ガシラ。お、見て見て、アコじゃんよこれ。今スリットから出たね、バーンってね。お、これ元気そうなアコだね。よっ、ごめんね、ギリギリ釣りました。2本目アコちゃん来た、やりました。一発だねここに入ってね。流れなかったけどさ、今シェジャークしてっていうかツンツンと上に上げて落とした時にボトムを取らないようにしようかなと思ったらグッて重くなっちゃった。だからポール中のバイトがあったかなっていう感じですね。おかげさまで釣れました。イモッシュでした。はい、さあ明かりがこなれてきたので、ちょっと明かりが当たってる面を少し狙ってみようかなと。この明かりがこなれてきたら取れる可能性も大、固定してる明かりっていうのは結構ねその違った意味で就業ライトになったりとかする可能性も大で
ですね。出会いがもっとないかな。意外に沖だったりして、ちょっとでも沖もチェックしとこうね。 7g で沈むかなこれ。よっ、あそこ投げると根がかりしちゃうかもしれないけど、結構ガチャガチャしてる。よし来た、ね、あこれガシラっぽいんですけど、分かんないよ。お、引くか引かんか。ここで引けば、あすんなり上がってくるけど、なんだどっちだ。あら、ガシラっぽいけど、思ったらガシラみたいなアコ君でした。いやー、よく釣れるなこれやっぱイモッシュ最高だなこれね。これ量産型ねえ、今の竿先映ったらいいんだけどさ映ってないね。もうジャークしてね、ジャークしてテンションポールスーッとかけてたら、沖からポクン言ったらこれが釣れた。でもね、コツってはっきりした当たりだったから、だいたいね、そんな当たりのパターンはガシラっぽいことが多いんだけど、あんまり引かなかったからね、いい子いい子、逃がしやりましょうね。はい。おはようございます。アングリングソルトをご覧の皆さん、小声ですいません。ちょっと民家がありますもんでね、すみません。今日は、四国でございます。終盤のねグルーパーを狙って、頑張ってくるんですが、この装備見るとお分かりのように、磯場でございます。とりあえず頑張っていきたいと思います。何が出るか僕も楽しみです。テンションは高め。以上、ポッキーでした。はい、到着しました。海はご覧のようにビヤッと見てください。カメラさんだいぶ荒れてますねだいぶうねってますが、どうなるかちょっとやってみたいと思います。とりあえずもう終盤のね旗ゲームなんで、まあ浅まずめは割にこう取り回しのいい、巻きでやっていきたいなと思ったんで、一応ローギアの、はい、BBX 持ってきて、でブレード系のこれ、まあブーリグっていうリグなんですけど、それを使って、釣ってみたいなと思います。で巻きで、まあ、何が出るかで、そこからの展開を今度はボトムをメインで攻めていきたいなと思います。以上です。さあ最初にね狙うのはそこのさらしの下ですね。さらしできてる下にもしいるんであれば隠れてるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ基本的には一回ボトムを僕は取りますんで、落として一回上げてきて、あと巻きで。だいぶ駆け上がってますけどね。いればね高速に巻くっていうか、これまあローギア70センチぐらい、もっとあれかな、60後半巻くぐらいのギアなんですけど、でそれを今投げて巻いてるっていう感じなんですね。うねりもあるんで、ちょっとこうブレード系はすぐにうねりを拾っちゃうんで、少しゆっくり巻かなきゃいけないということが今分かりましたね。
けど、あそこの根に行っちゃったかな。ちょっと重めにして 21g を、今のちょっと14つけてたんだけど 21g で、ブーリグの頭が 10g だから 42g。 結構ね重め、巻き系なんだから、あの重めにしないと思ったより浮き上がるもんですからね。でブーリグっていいのはここよいしょ、ワイヤーでここできてるんですよね。であとはここに重りがついてて、ブレードがくる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 回ってるっていう感じなんですよね。で後ろにこうジグヘッドがくっついてルアーをまあアピールさせてくれるという、そういうちょっとアシスト的なリグですね。はい、頭をやまあね、いつものようにリグはね、リグというかルアーはね、毎回ちょっと出番が多くなりました。キラーシャットスリムというやつなんですけど、頭ちょん切ってで刺してやるという形で、よいしょ、こんな感じ、あった、こんな感じでやりますね。はい、ちょっとテンションホールさせてみましょうね。思ったより浅いところで食ってくるような気がする。まだね、多分 VTR が出る頃はもっと深いんだろうけど、まああとボトム触ってないから分かんないんで、これからね、ちょっと高くなったらボトム触ってみようかなと思うんですけど、今あの起伏を超えたって感じなんで、ここからが勝負ですね。出るんやったらこの辺で出るはずです。さあここばっかりじゃなくて、あの向こうの背があるんですけど、背の向こうに投げてやってみたいと思います。背がある左側をちょっと狙おうかなと。で尾根でずーっと伸びてて、あのちょうど岬の先端までちょっと浅くなってる感じですね。起伏があるので、そこをちょっとこのブーリグで、上っ面をパーンとこうね滑らしてみて、何が出るかやりたいなと。気をつけなきゃいけないのはここすぐ根がかるから、こういうところはで、こうやってロッド落としてて、なんかあ来たな来たというか、なんかあ先端カリカリ言い出したなと思ったらこう立ててね、越えてあげるっていう。でここからどんどん落ちてるんで、スローにスローに巻いてあげる。一応ブーリグでいろいろチェックは入れまして、でただまあ残念ながらね、ちょっとね答えは返ってこなかったんですけど、とりあえず巻きでということで、ジグヘッドに今度はちょっと落としてやってみたいと思います。ジグヘッドは 21g、 あそうそう、ルアーねルアーはヤムのグラブ使ってます。はい、ウォールアイグラブってやつですね。でどっちかっていうとこのね小さいやつ、さっきはねちょっとねものすごくボリュームがあるやつを使ったんですけど、終盤ということでちょっと小さめなものを持ってきてやってみたいと思います。はい、
もうねジグヘッドリグになってるので、ギアはちょっとハイギアなんですが、早く巻かないとすぐ寝かかっちゃうんで落ちていくので、グラムは 21g ですね今。でうねってても早めに巻くというのが鉄則ですね。ちょっとそちらにも投げてみましょう。よっ。ここはちょっと岩盤で深いな。一旦ポールをレバーブレーキで落としてポール入れます。ね、やっぱこう磯場はやっぱ起伏があるんで、通常のその防波堤と違ってね、やっぱ起伏をこうどう釣っていくかっていうのが大事なような気がしますね。例えば沖に背があると、まあそういう沈み根があるとどうしてもそこが浅い、そこからこうダウンで、今まではアップストリームで釣ってるやつをダウンストリームで釣っていくみたいなね形、要はボートから釣るようなイメージでこういう背をね釣っていくっていう形が多くなってくる。まあそれはそれでねちょっと変化があって面白いのでやってるんですけど、こういうね磯場で食えば食ったでね、取り込みが大変だっていうのがまたあるし、まあ、それも楽しいんですけどね。よし、ちょっとルアーを変えます。取り出したるこのルアー、これはスルーダウンショットリグっていうバリバスから出てるダウンショットリグですね。でこれに関してはそのナイロンの40ポンドのここのね、見えるかな、見えた、ここのねリーダーが40ポンドのナイロンラインを使ってるので、着底した時にルアーがピンと張った状態で横にスライドするって、横にフリーにするとか横にスライドしちゃうんです。こうならないかな、こうか、こういう風に横にスライドしちゃう。この横の動きを縦の動きに加えてあげるっていうね、そういうリグになってます。だからね僕いつも横の動きとかってね言ってるんですけど、結局縦の動きでも横の動きを入れてやることによって、まあ、そういうちょっとしたアレンジができるっていう。ボトムネチネチやってんだけど横の動きしてるっていう、まあ最悪はそのジグヘッドにこうダートするようなワームをつけて釣っていくっていうこともあるんですけど、まあとりあえずはこれで様子を見てみようかなっていう感じですかね。まあ何か釣れなきゃ面白くないのでまあ釣れるリグをアジャストしていくっていうかね、今日のこの場所にで、こういうね作業がやっぱ楽しいですね、やってて。少しルアーカラーをチェンジしてみましょう。まあ今グリパン系を使ってたんですけどね、スモーク明るめ系とかね、そういうのを使った方が いい場合もあるので、ちょっとその辺を、なんとなく赤がないとダメなんかもしれませんけどね。時間を見て
何時かな今。そろそろ日が高くなる頃なので7時半ぐらいですかね今。応えてくれると思うんですよ、ボトムからのコンタクトが。来ましたね。よっしゃー、うねる。よっしゃ、よっしゃ、すっく、よっしゃ、よっしゃ、赤旗や。おお、だいぶ引いたで。やーだ、あー、ワンアクション目やった。すっごいしんどい、よう引くわこれ。いや、おお、よいしょ。はい、ルアーチェンジして、ああしんど、だいぶ巻きました。これでかいでしょね、赤畑くん。ルアーチェンジを、カラーチェンジをして出てくれました。おお、このサイズであの引きですからね。ちょっと足場がね良くなかったんで倒れそうになりながらやりましたけど。見てよこれ。あのね、ボトムにつけてパンプをなんか一回したのかな。でその後は同じ場所で、さっきお話ししてたスライドを右左に、あのラインだけちょっと動かしながらスライドしてみました。そうするとコツって当たりがあったので、ね、ちょっとゆっくり聞いてみると、まあ、糸吹けも出てましたけど、はい、それをガーッと巻いてみるとゴーンと持っていくんで、やっぱおったわ思ってそのままビヤーッと巻いたらこいつです。よかった。以上、アングリングソルト特派員ポキンでした。ポッキンおじさんは福山で出たのが朝じゃないわ、昨日の晩やわ。5時間かけてここに。ああ眠。なんかゲストが連れてくれると思うんだよな。来たよ、多分。あ、ダメだ、まだ終わってない。なんやろこれ。よし来た。あ、これなんかガシがかな、わかんない、上げるまで。よし、お、赤いの見えた。お、赤旗や。よっしゃ。よ、ちょっと違うこれ。なんじゃこれ。何？これ俺わからん。このゲストは何や。なんというグルーパーなんやろこれ。はあ、見て見てこれ。ちょっとね。わかんねえ。あ、こう止めといて糸吹きピュッと出して聞いて一回張って、そこから糸吹き出してふわーっとなってる時に巻いてみてどうなってるんやろう。それ前あたりがあったからですよ。でもその時に行くと聞いてみても全然魚の気配はなかったんで、それでテンションを緩めてゆっくりゆっくり巻いてみると、そのうちグググッと入ってきたんで、あ、これはその
ボトムに、まあ、のちょっと上にねダウンショットだからあるんだけど、今回13センチ開けてるんだけど、それでスライドしてこう倒れる時にドン釣れたんじゃないかなと思います。よいしょ。わかんないけど、この赤旗、闇旗、え、闇赤ん、今日のところは闇赤にしとこう。ええ、痛い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 って、うわすっごい歯、闇赤。後であのフリップ出ると思うんで、あ、すばらしい。やった、よりよりと